さあ、それでは FF グランプリクラス決勝エルメインに移ってまいります。さあ、エルメイン、選手のご紹介させていただきます。さあ、ポールポジションを獲得しましたのは本日は静岡県浜松市から参加です、川内健選手。そして2番グリッド、増尾孝之選手。そして3番グリッド、北岡慎選手。そして一家滝川さんは今探してますね。そして、佐藤選手、勝山選手、小川選手、吉田選手、萩原選手、三留選手、佐山選手、松下選手、高橋選手、一ノ瀬選手、飯山選手の全15台でスタートとなります。お、なんか板っぽい？板っぽいですね。さあ、じゃあちょっと待ちましょう。すいません。ちょっとリラックスしてくださいね。小話。松岡さん、昨日は飲み行ったんですか？ゆっこさん。ゆっこさん行かなかった。珍しいですね。珍しいってどういうことですか？なんか毎日なんかお酒にこう浴びてそうな感じがするんです。そんなことないです。昨日ワインのお風呂とか入ったんですか？赤ワインのお風呂とか。もったいなくてそんなお風呂入れないです。白下家はじゃあワインのお風呂入るんですか？白下家は入んないですね。あの気球ぐらいですね。白下家はね、最近あの家を新築されて。あ、そうなんですね。高台の豪邸に住まれています。おめでとうございます。ありがとうございます。皆様のおかげで2050年までローンを組めましたんで2050年まで頑張ります。先は長い長い長い道のりと、そして毎週毎週タミグラで。そう、僕計算したら多分ホビーショーの次の次ぐらいまでずっと土日出っ放しですね。つけてあります。ご心配ありがとうございます。さあ、一応ね、黄色いライン通過してもらっていいですかね。私も計算ではホビー賞までですね。いや、でもホビー賞翌週あれがあるんじゃないですかね。あれですか？あれがなんかありそうじゃないですか。あれはありますね。その次もありますからね。その次もありますね。いついとも増刊号を見れるんですか？うちの親父のね、法事が、あ、違う、すみません、6月28日に予定して、そこの時は休みたいと思ってます。あ、じゃあそこだけですね。だからそこまでは3ヶ月ぐらいは休みがないんじゃない。まあ大丈夫ですね。3ヶ月、はい、ほんの3ヶ月ですかね。さあ、お待たせいたしました。さあ、滝川選手もいらっしゃいましたので、レーススタートとなります。さあ、それではエルメイン4分間のレーススタートとなります。フライングしないようにお願いします。それではスタートです。ドライバーズオンザトーン。さあ、上位陣はきれいにスタートを切った模様ですが、その一方、後続集団かなりクラッシュがあった模様。さあ、1番、2番、3番、4番、そして F1 ホビー高橋選手、13番グリッドからのスタートが現在5番手、9番、6番、7番、5番、12番、8番、14番、15番、10番、11番と続きます。さあ、トップ走行中、カーナンバー1番の川内選手、蛍光イエロー、ホワイトのカラーリング。さあ、では SX4 のカラーリングの CRG、 カーナンバー1番のマシン。さあ、2番手にカーナンバー3番ホワイトレッドのカラーリング。さあ、北岡選手2番手、3番手にカーナンバー2番の松尾選手、4番滝川選手、13番高橋選手、6番勝山選手と続きます。さあ、トップホワイトイエローのカラー、カーナンバー1番の川合選手にかなり迫ってきた。おっと、今のはちょっとあれ、うるさいですよ。おっと待ちすぎちゃったかな。さあ、北岡選手ファインプレーでしたが、さあ、その間にカーナンバー2番の松尾選手が前に出ました。
ホワイトのカラーリング CRG。 さあ松尾選手、この間のレースで初めての優勝しますからね、ここでもぜひメイン優勝いきたいところ。カーナンバー2番松尾選手、ホワイト、そしてレッドのウィングのマシン、現在トップを走行。さあレースタイム1分30秒経過です、どうぞお願いします。それでは、FM グランプリ決勝 K メインお呼び出しいたします。1番石川選手、2番岡選手、3番種田選手、4番後藤選手、5番清水選手、6番福田選手、7番山本選手、8番森上選手、9番新妻選手、10番金岩選手、11番高瀬選手、12番坂本選手、13番西本選手、14番杉浦選手、15番高野選手、お越しください。また J メインの方、バッテリーチェックを受け付けいたします。さあレース2分5秒経過。さあ折り返し2分を過ぎた、カーナンバー2番の松尾選手でトップ、ホワイトのカラーリング、レッドのウィング、そして2番手にはその後ろ2台挟んでシルバー。さあレッドのカラーリング、カーナンバー、でカーナンバー1番ですね。さあ1番川井選手、蛍光イエロー、ホワイトのカラーリングのマシン。さあトップからカーナンバー2番の、さあ松尾選手、そして2番手にはその後ろホワイト、蛍光イエローのカラー、カーナンバー1番の川内選手、3番手にはカーナンバー4番、さあちょっと遅れてきました滝川選手、現在3番手を走行、そして13番高橋選手、3番北岡選手、6番12番9番8番7番15番14番5番10番11番という展開。さあレースは間もなく3分から残り1分。さあバックストレート転倒、さああれは滝川選手のマシンかな。さあ2位以下を尻目にカーナンバー2番の松尾選手、2番手のカーナンバー1番川内選手とは 4.7 秒差、かなりアドバンテージを続いている。さあ1台止まっている。さあヘアピンコーナー、そして90ターンを抜けていくカーナンバー2番の松尾選手、ホワイトのマシン現在トップ、そして2番手にはカーナンバー1番のマシン。さあ今通過していったホワイト、蛍光イエローのからトップから4秒差。さあレースタイム3分35秒経過。さあ2番松尾選手、このままミスなく行きたいところ。さあバックストレート、レースタイム3分まもなく45秒。さあ2番手カーナンバー1番川内選手、そして3番手でカーナンバー13番 F1 コンビ高橋選手という表示。さあ時間3分55秒経過。さあレースはここで4分が経過、3番北岡選手合輪。さあということは最終コーナー立ち上がって、カーナンバー2番松尾高橋選手、決勝エルミン優勝おめでとう。さあ2番手でカーナンバー1番の川内選手、3番手にはカーナンバー3番北岡選手で合輪となっております。さあ松尾選手、エルミン優勝獲得おめでとうございます。